早稲田節量中学校、高等学校は、大阪府茨城市宿野省にある、男女共学の私立中学校、高等学校。設立者は、学校法人早稲田大阪学園。2009年度より、学校法人早稲田大学の継続校となった。全国私立寮生学校協議会オブザーバー校。早稲田節量の3つの教育方針早稲田節量の4つの、 教育の特色はせだ、雪量の教育の目的はせだ。雪量は、大阪茨城市の自然豊かな北雪丘陵の場所に、ある。学校の敷地面積は2万6千平方メートルほどの広さを誇り、学習施設、図書館、体育館、グラウンド、テニスコート、プール、食堂などが充実している。2010年に一号棟の教室が改装され、多機能教室となった。 各教室にプロジェクターやスーパーコンピュータ、ラン設備が整備されており、インターネットなどを通じて多面的な学習が可能となった。2015年現在、2号棟も改修中であり、太陽熱を利用した空調設備を管理した環境配慮型校舎となる予定である。校地内には通信制、単位制の高用大高等学校が併設されており、食堂や 図書館などを共用している。陸上競技部、剣道部、バレーボール部、卓球部、軟式野球部、生物研究部、演劇部、写真部、ESS、吹奏楽部、囲碁将棋部、家庭稼働公会、陸上競技部、男子バレーボール部、男子バスケットボール部、ラグビー部、水泳部、剣道部、女子テニス部、 バドミントン部、公式野球部、女子バレーボール部、女子バスケットボール部、卓球部、サッカー部、男子テニス部、チアダンス部、写真部、軽音部、作動部、演劇部、吹奏楽部、ESS 部、生物研究部、書道部、イラスト部、ダンス部、囲碁将棋部、ボランティア同好会はせ田説領、中学高等学校は、国際文化公園都市に隣接している。 近隣各駅から早稲田雪量のスクールバスが約1時間に1本運行しており、定期乗車証を購入した生徒が利用できる。このスクールバスは、学校関連企業である三笹交通が運行している。早稲田大学継続校であり、毎年40名程度早稲田大学の推薦枠が用意されている。早稲田大学以外の大学への推薦枠は500名程度。 阪急商業学園、1997年から2003年、阪急商業学園ウィンドバンド、紅葉大高等学校ウィンドバンドを経て2009年より、早稲田節領に移管された。関西テレビ主催の音楽イベント3000人の、水奏楽では、第1回から連続出場している。マーチングコンテスト全国大会で、金賞11回。 イタリア国際フェスティバルパレードブーモン優勝。ありがとうございます。